はい、ここでですね、今後ブレイキングダウンのね、顔として多分注目していく選手たち4人と、ブレイキングのアウトサイダーだったりから出てきてもらった選手4人、集まってもらったので一回登場してもらいましょう。では合宿組もお入りください。お前何やってんだよ。一回座ろう。一回座ろう。よしゃあかん。一回我慢しましょう。一回座りましょう。ん？おい。何や。何でお前殴ってきたんだよ。お前気合入ってない顔しとったからじゃ、これ。なあ。お前の顔気合入ってないからじゃ、これ。話せ、話せ。気合入ったか、これ。話せ。気合入ったか、これ。井戸口さん、これやる意味あります？ねえ。こういう役にさせるんすか、俺を。え？こういう役にさせるんすか？向こうはね、ちょっと気合入っちゃってるんで。え？まあ合宿の時からね、ずっと健之介さんとやりたいって言ってて、前回の大阪の時からやってくれや、気合入れて。眠たそうな顔しやがって、お前これ眠いわ、ババヤ。当たり前にふんずり返ってきんじゃねえぞ、これしっかり引きずり落とす。俺の相手は関やで。お前は俺だろ。誰来ないで、こっちに。俺は見えない。おい、座ってろ、座ってろ。あとか話してるからよ。うん、座りそうな顔してんだよ。一回座ってもらえます？分かった、分かった。大輔座って。今回10回大会なんで、入学と卒業っていうのをかけて、こちら側のアウトサイダーだったり、まあ、ブレイキングダウン出てもらってる選手には引退をかけて戦ってもらおうかなと思ってます。俺と負けたらお前引退だってよ。超いいじゃん。俺に勝てんのか、お前。もう余裕だろ、お前近く100点出てんだって。お前、そうそうそう、お前100回出てんだろ、お前近く。オッケーオッケー、じゃあ待っとけ。もう毎回それじゃねえかよ、お前。塩試合ばっかでよ、人気もなくてよ。おう、俺がやってやっからや。おいで。おうおうおお、まあいいや。まあ、今回一応伝えておくと、第10回記念大会です。皆さんが作ってくれたのが、いいんですよね。その10回大会とかメモリアル大会とかどうでもいいですよ。俺はブレイキングダウン盛り上げてきてね、うん、なんでこの呼ばれてさ、このガキに手出されなくちゃなんないの。気合入ってないからやろ。ねえ、どうなの、売りたくん。気合入れたったんやろ。でももともと俺が監督やってる大阪のメンバーなんだけど、うん、こいつだけ、うん、でも彼の前に俺の会見の時からの因縁結構みんな引きずっててさ。何あれ、俺止めに入っただけだから。でもこいつらにはそう映ってないよ。お前売れたい言うて呼び捨てにしとったの。それだけ自分じゃん、これ。もうやらなくて引退でいいよ、俺は。こんな会見場で手出されるんだからさ、我慢の限界がある、こっちにも。やらんのか。ねえ、ジョリーの時も殴られて、試合前にビンタされて我慢して、ここでも我慢して。ほな、俺がおとなしい行儀を座っとってやってくれんのか、あんなら。逆だったらどうですか、ウリタ君。俺だって何回も絡まれてるもん。え、俺なんか殴られたことなんかないでしょ。目の前で見てるんじゃ、俺なんか何回も絡まれてるよ。でも自分がされた瞬間にそれ関係ねえ、やっちゃえばいいじゃんな。俺も散々調子こかれてきてんだから。やれや。試合はやってやるから、ここで手出すなよ。な？やるねんな。